ふわのこふぶあります。おいおい、ちょっとすいません、ポルカ聞いてないよそれ。ちょっとふぶちゃん、ちょ、おい、ふぶき、ふぶき、俺それ聞いてねえから。おいおい、どこだふぶきのバカ野郎は。ふわもこふぶポルじゃねえのかよ。どういうことだよ。ふわもこふぶポルでこれからやっていこうね。うん、やっていこうっていう話しただろ。言ってねえよ。そんな話永遠にしてない。俺らふわもこふぶポルでやっていこうなって言ってたじゃん。どういうことだよ。ふわもこふぶポルの4人はどこ行ったんだよ。ないか。じゃあやめるわ。解散するわ、ふわもこふぶポル。うん、バックルームやんの。あ、何も聞こえねえや。終わったわ。そう、あ、待って待って、プッシュトークになってた。プッシュトークになってた。君スマホからかけてるから。おい、バックルームをまさかふわもこにやらせようってんのかい。じゃあふわもこから やりましょうって来たんだよ。ふわもこからやりましょうって来たの。ほら、怖いもの知らずのワンコだぜ。は？ポルカ誘われてないんやけど。おかしくない？俺もフワモコフブポルでファズモフォビアとかやりてえよ。あ、それはやろうじゃん。うん、ファズモフォビア。そうだよ。それはさ、おかしいじゃん。だってバックルーム、おい、バックルーム一番最初にやったの誰だ？ポルカさんですね。ポルカさんなんですよね。これ。そうですね。これポルカさんなんですよ。わかりますか、この意味を。なぜフワモコフブポルではないという。なぜなんでしょうかね。まあでもポルカってフワモコのお姉ちゃんみたいなとこあるから、まあなんかあったら、なんかフブちゃんになんかされたらちゃんと言うように言っとくわ。いつの間にそんな設定になったんだよ。いやいやいや、もう公式公式、ポルでお姉ちゃんって呼んでいいですかって言われたから俺。何笑ってんの。そうだったの。そうだったんだ。お姉ちゃんだったんだね。そうだよ、お姉ちゃんだよ。あ、フブちゃんも呼んでいいよ、お姉ちゃんって。いや、ちょっといいわ。あ、いや、ちょっといいわ。あ、